やあ、刹那圭介だよ。今回は武器に願いをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。しかし、皆さんに悲しいお知らせをしていきたいと思います。今日、本日いっぱいで、武器に願いを、いえ、鍛冶屋ゴリゴリを閉めることになってしまいました。申し訳ございません。閉めるという理由に関して、どういうことがあるかと言いますと、理由があるかと言いますと、最近武器に、うちの武器の売れ行きがどんどん下がっていき、それの影響で経営不振になって武器を、この武器屋を閉めることになってしまいました。申し訳ございません。武器、しかし、武器に願いを、鍛冶屋ゴリゴリの魂は、店を閉めても永遠に残り続けると思っております。できれば視聴者の皆さんでこのゲームを自分でプレイしてくださって、鍛冶屋ゴリゴリの魂を引き継いでくれたら嬉しいと思っております。そして魔王を代わりに倒してほしい、くれたらありがたいと思っております。そんな気分で、11日目、行ってみたいと思います。11みんな、俺は鍛冶屋をやめるよ。だけどな、鍛冶屋ゴリゴリで売った武器は永遠に不滅だ。もちろんそれを買って戦ってくれた君たち勇者も不滅。あとは頼んだよ、みんな。さて、この鍛冶屋ゴリゴリとも今日でおさらばか。結局一回も増殖しなかったな。ごめんな、俺が力不足なだけに。今日は大盤振る舞いだ。よっしゃー、ナイトソーナイトソーナイトソードナイトソード回転、大盤振る舞いだ。みんな持ってけ、泥棒。持ってけ、泥棒。閉店セールや。ナイトソードサイヤー。ナイトソードサイヤーアイス。おい、ナイトソードサイ。おい、おし。ナイトソード、ナイトソードサイ。ナイトソードサイ。ナイトソードサイヤー。ナイトソードサイ。切れ味抜群、ナイトソード。かっこいい名前、ナイトソード。ナイトソード。買わねえじゃねえかよ。買わねえじゃねえかよ。ナイトソード買わねえじゃねえか。くそ、やっぱ別の置いていかなな。よし。これでよかろう。来ねえな。おかしいな。お、来た。あ、ロングスピアが。ロングスピア、ありがとうございます。これでさ、ロングソード置いてみ。ほら、来やがった。来やがった。ロングソード待ってましたと言わんばかりに来やがった。お前らを安さをメインに買っていくパターンの人なんかな。そういう人なんかな。まあ、いや、ナイトソード、ある程度売れようけんさ。いいよ、もう。安いもん買ってもさ。なんか、ロングソードホイホイみたいに安いもん置いた瞬間、買いに来るみたいな感じになってます。なんだこれ。閉店する日にこんな感じでいいんか。わかったよ。わかりましたよ。みんなのニーズに答えますよ。ロングソードでしょ。わかりました。ロングソードなんでしょ。あ、ナイトソード買っていけるわ。なんだ、ナイトソードも買っていくんでないか。そんな見せかけやめてくれん。じゃあ、ここも取るね。雷鳴剣ね。おいしょ。とか言おったら、今度はロングソードに手出していきよんでないか。どういうことですか。もっと、もっと、もっとナイトソード、もっとナイトソード、もっとナイト。
もっとないと、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 ロングソードばっか、もっとロングじゃないんですよ。これはもっとロングじゃない。あらら、なんか綺麗にロングソードばっか抜いていっきょんね、みんな。どういうことなんこれ。あー、雷鳴拳、最後に雷鳴拳。属性好きだけでも、君だけはすごい売れていたね。あ、最後入ってきた、最後。風神最後入ってきた。あー、風神が、夫人取り残されたで、店の中に。最後さ、うわ、総数12本。完全に閉店するけんって、ムード、閉店ムードやん、こんな。過去は最低レベルかもしれん。さて、鍛冶屋を辞めるんだ。ギルドのみんなに、お世話になったギルドのみんなに一人ずつ挨拶していかないとな。やあ。あなたの音楽は大好きでした。いつも癒されてやりました。私が売上不振で、なかなか落ち込んでいた時も、慰めてくれましたね。その音楽で。マスター。うつこ、ありがとうございます。うつこ、頼みすぎました。まさか今日が閉店の日になるとは思わなかったから、うつこをめっちゃ受け取ってしまった。ありがとう。増築。増築。せっかくだ。増築してあげる。今日中に完成か。ありがとう。お金めっちゃ少な。おい、赤い髪の男。え？モンスターが襲ってきた。申し訳ない、武器屋。クレイモア譲ってくれないか。クレイモアって何ですか？あげる。クレイモアって何ですか？クレイモアって。な、クレイモアって何ですか？クレイモアって何？未知の武器なんですけど。ああ。おっさん。聖水ばっか言ってる。だが、お前に必要なのは聖水じゃない。育毛剤だ。それだけは忘れるなよ。お？うちのバイトなんだけど、最初は言うことを聞いて可愛かったのに、最近は給料上げるだの、セクハラパワハラなどの。何か言いましたか？何も言ってないよ。3番テーブルにお酒持ってきて。ははははは。人を雇うからそうなるんだ。うちは家族経営だからそんな心配はない。嫁が怖いのは内緒だけどな。なるほどね。やっぱいろんなゲームの店でもね、そういう裏があるんですね。またな。本当だよ。貴様はよくやってくれたよ。最初は疑って悪かったな。お姉ちゃん、給料やくせ安くて嫌になっちゃう。だったら俺の鍛冶屋ゴリゴリを引き継いでくれないか。なかなか売り上げが良かったぜ。だが俺は才能がないんだよ。経営の鍛冶屋の才能がないんだよ。だから売り上げ不振になってしまった。そして店を閉めることになった。じゃあな。そうだな、お金は大切だ。使いすぎるのも考えもんだが、貯める方も考えないといけないな。お金かい？必要だな。3万くれるのか。返さないよ。ぴったりカンコン。最後のじいさん、お前が一番面白かったよ。すまないな。今日からこのギルドに来なくなるんだ。すまない、本当にすまない。あんたの話面白かったよ。もうこのギルドとお別れか。じゃあな。もしもし。あ、もしもし。あ、はい。はい、武器屋を閉める準備はしました。もういつでも閉店できま、え？隣の町の武器屋をやってほしい。え？あ、はい。
わかりました。隣の町から、明日から。はい、明日からね。はい、明日から。はい、わかりました。はい、あれ、転勤だ、転勤だけ。隣の町、隣の町か。頑張ってみるか。てかロングソードばっか取っていっきょるあいつら。お前もか。私はスーパーシュフと呼ばれているのよ、星。かそういうイベントとか起きるんかな。逃げた。ちょっと今逃げたやろお前。何お前逃げとんやお前。